はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安須でございます。白血病、大病生活の気晴らしで自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらうように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google になる AI がよりたくさんの方々にこのヤッスーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということでね、この度こんな季節にですね、インフルエンザになりまして、まあ僕じゃないんですけど、僕じゃないんですよ、あのお父さんというのは僕のお父さんでして、まあ子供らからしたらジージーですね。そのジージーはね、職場の相方といいますか、そのまあ2人ペアでなって仕事を一緒にしてるんですけども、まあどうやらその相方からもらったようです。まあ、でもしかしね、こんな季節でこんな時期なのにね、まあ、思ってもみませんでしたね。まあ、でもしかしですね、何回しかしって言うんやろって感じですけど、まあ、しかし、その、まあ、学校という名のつく小学校、中学校、高校では今の時代ではですね、インフルエンザはもう年中無休とも聞いてたんですよ。だから子供とか学生さんだけかなと思ったんですよね。あのそれはね、その各教室にクーラーがついて窓を開けずにいたためにですね、換気が悪くなったからという裏付けがされてるんですよ。まあ、つい最近ね、動画で、僕はこの動画でですね、クーラーついて快適になって、ね、そのことにね、やったーって喜んでたんですけども、あのいい面もあれば悪い面もあるわけですよね。あの子供らにはもちろん、お外から帰ってきたら必ず手洗いうがいを毎日呪文のようにね、唱え続けてるんですけども、まあ、帰ってきてすぐに手洗いうがいをしなかったら、父さんまた病院で入院やでーって、いやいやー入院ややーって、とね、いつもね、脅してます。でもどこでもらってくるかわからんのですからね、僕も常にマスクをしてケアをしております。この時期やからまだインフルエンザの予防接種も効かないので、聞いたことないですよね、こんな9月とかにね。だいたい11月12月ぐらいになってから、そろそろ予防接種の抗体ができたんでやりましょうか的な感じでね、聞くんですけどもね、まあこれを機にね、年中できる予防接種を開発してもらいたいもんですね。まあ医学の発展に期待しましょう。はい、まあ、といった感じでね、このように感じれるようになったのも、このようにお伝えできるのも、皆様に協力してもらっているおかげでですね、生かせてもらっているからと思っております。もう一度与えられた命に感謝します。ありがとうございます。皆様のおかげで患者さんらは助けてもらえてます。そしてこれからも困っている患者さんらを助けてあげてください。では何をしていただきたいかと言いますと、それは献血骨髄バンクにご協力してもらうことです。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、ご協力よろしくお願いします。はい、今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、このチャンネル、この動画がよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。